こんにちは、青です。今日は、ボイトレ界の常識、基礎練ですね。であるですね、リップロールをやっていこうかなと思います。リップロールね、これは、おそらく、どこのボイトレ教室に行ってもやる練習かなと思います。で、これのことです。もう、ブルブルブルって、唇をさせて、空気を流すという練習なんですけど、これはどういった練習かっていうと、空気を一定の量で流すという練習になります。で、なんでこんな練習をするかというと、歌ですね、歌を歌うときに、その空気の量が一定に流れてる方が、声っていうのはすごく出やすくなるんですよ。で、特にいろんな音程にこう飛んだりって、音楽ってしますよね。歌ってすると思うんですけど、こういろんな音程に飛ぶと空気の量がなんかガバッと変わってしまう人っていうのがいて、そうなると音ってすごくね、音程が取りづらくなったりとか、力んでしまったりとか、あとは、そうですね、いろいろ問題があるんですよ。めっちゃあるんですよ。で、それを解決するのがリップロールです。で、これできると、その根本的に声をその出して音程を操作するっていうところの本当に根本の練習になるので、これは絶対できた方がいいと思ってください。で、簡単です。もうってやるだけで、まあ、練習方法としてはただただこの「ブ」をできるだけ長く一定の強さで続けるっていう、それだけでいいです。こんな感じでいきます。こんな感じで、できるだけ長くしてみてください。で、その時に勢いが常に一定であるっていうところを意識してください。で、こちらのこの「ん」に声もできたらつけてあげてください。もう歌を歌う時絶対声出すと思うんですけど、歌を歌うことを想定して声と息を一緒に出すっていうところをやってもらうといいので、もう声は出しといた方がいいかなと思います。こんな感じですね。こんな感じです。で、この時に声の音程が上下したりとか、こう、うーうーうーみたいに音量が上下したりっていうのがないように、一定の音程と一定の音量をキープして、そのできるところまで長く出すというふうに意識して練習してください。で、これは別に長けりゃいいってもんでもないので、まあまあ長きゃったらいいかもしれないですけど、自分ができる、綺麗にできる最長の、を目指してもらって、もう3秒とかでも全然いいですね。それをちょっとずつちょっとずつ伸ばしてもらう。というふうな練習にしてください。で、アドバンス的な練習で言うと、これで歌ってもらったらいいです。こんな感じで、リップロールで歌えると、歌えてる場所っていうのは結構効率よく、一番、なんていうか声が出やすい状態で歌えてるっていうことになりますので、リップロールで歌を練習すると、すごく声がなんか乗りやすくなります。はい。なので、こんな感じで、リップロールで、できるだけ長くリップロールを出す。で、もう、それができたら、まあ、それできなくてもいいですけど、歌でリップロールを
あの歌に持っていく、あの なんだ、歌をリップロールで歌うですね。これはすごくいい練習です。もう他の練習とかもとりあえずやらなくていいから、とりあえずこれだけ毎日やってくださいと最初は私はレッスンで言います。生徒さんにもう騙されたと思って、毎日これはやってくださいと。そうするとやっぱりね、1ヶ月以内で大概の生徒さんは違いを実感します。この声のノリがすごくなんか良くなりましたっていう方がほとんどで、なので本当にこれは一番楽で毎日できるし、すごくどこでもできる、一番いい練習かなと思います。できれば気づいた時、トイレ入ってる時、テレビ見てる時、掃除してる時、いつでもできるんで、一日に何回もやってもらうといいかなと思います。はい。で、リップロールができない方いらっしゃると思うんですけど、だいたい1ヶ月ぐらいでなんとなくできるようになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。で、それのこうコツをお伝えしようと思うんですけれども、できない方は、だいたいここだか、ここに、こんな感じで、力が入ってる方が結構多いので、鏡を見て、力が入ってないかっていうのをチェックしてください。こう、リップロールってもう、ベルベルベルみたいな空気をバーって回して、ベルベルって、回すので、唇を振動させるので、力が入ってると、回らないじゃないですか。こうなるんで、こういう感じにしてほしいから、もう、こう、プルンプルンってさせてあげてください。で、こう、バビブベボのブーを力を抜いて、ブッ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 
です。あとはちょっとね、ここはねピュッと引っ張ったりする必要があるので、こう唇をもうなんかチューみたいな感じにしてもらって、ちょっと軽く引っ張ります。この状態もうプルンプルンの優しい感じで引っ張ります。とこう強く息をめっちゃ強く吐いてください。強く吐いた方が慣れない方は回りやすいです。で、こう、こんな感じで、こう唇、こういう感じ、こういう感じの引っ張って息をふやっと出してください。そうすると結構回りやすいです。あとは、そう、ここまではできたんですけど、ここに隙間ができちゃってる人、ここ、唇のに隙間があると、隙間から息がフーって出ちゃって、なんか口笛みたいになっちゃいますよね。息漏れちゃうと、ここがならないので、息が漏れないように、唇と唇は軽く、ピュッと、こう、隙間がないように閉じてあげてください。これが、ここに穴ができないように。で、引っ張る。という感じでやってもらうと、回りやすいかなと思います。で、この時に、こう、鏡を見ながらやってください。鏡見なかったら自分が力入ってるかどうか、隙間ができてるかどうかっていうのはチェックできないので、で、大体皆さんチェックができてない状態で失敗しています。ので、こうやって確認しながら、リップロールしてもらうと大体できるようになります。で、一瞬回ったら、みたいな感じで、一瞬で終わる人もいると思うんですけど、この場合は、最初だけバッと息を出してしまうと、このリップロールがどうやって続くかっていうと、一定の息が常に出ていることで、リップロールって、ずっと続くので、息の量がこう変わってしまうと止まるんですよ。なので、続かない方は、その一瞬の後も、もう全力で息を出してください。みたいな感じで。もう、息のこう勢いが止まることのないように、全力で出してもらうと、だんだん続いていきます。で、それがだんだん続くと、ちょっと息の量を減らしてあげてください。そうすると、
ずっと続くようになります。はい。ということで、今日はボイトレの一番こうスタンダードな練習であるリップロールについて、やってみました。リップロールの練習っていうのはできるだけ、長い時間同じ音量同じ音程で声を出す練習、あとはリップロールで曲を歌う練習、この2つをやってもらうといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。だいたい2週間ぐらいしたら声がすごく出やすくなっていることに気づくと思います。はい、今日はリップロールをやりました。ありがとうございます。